マイさん。おじさん、誰？これって、前に夢で見た。おじさん、誰？僕もだいぶ大人っぽくなったからな。知らないおじさんと話したらダメってお母さんに言われてるの。そのお母さんはどうした？もしかして迷子か？違うもん。ここどこですか？知らないおじさんとは話したらいけないんじゃなかったっけ？もういいです。七里ヶ浜だよ。実際は一里もない七里ヶ浜。僕はそこの峰ヶ原高校の生徒。名前はあずさ川作太。これでもう知らないおじさんじゃないだろ？お嬢ちゃんの名前は？私のこと知らないの？私は作太。舞さん、何を驚いた顔して。私のこと忘れるほど待たせてはいないでしょ。本当に舞さんだ。だから何よその反応。だって先に小さい舞さんが来てたからさ。ほらここに。あれ、舞さん、ランドセル背負った女の子見ましたよね？見てないけど。作太一人だった。どういうこと？子役時代の舞さんによく似た女の子が今ここにいて。本当に私だったの？何かの思春期症候群かしら。何よ。舞さん大丈夫？何かあった？痛い。舞さん痛いって。人の体をペタペタ触るな。もっとしっかり確認した方がよかった。私は平気よ。別に何ともない。それより作太に会わせたい人がいるんだけど。